つ。待たせたな、ルーシー。暑苦しいんだよ、てめえは。やんのか、てめえ。やんのか、てめえ。頑張れ、団長。はぁ、プレー様、喧嘩をしてても大胆で素敵。お前、いろいろ大丈夫か。マスター、ほっといていいの、あれ。やるんだったら、とことんやれ。ドラゴンスレイヤーの剣見せてめえ。ちょっと言われるまでもね。泣かせてくれ。やかましい。泣くのはてめえらは泣く。あれだよ、ブラだってフェアリーテールの魔導士だよ。うっうっうわやめんか。エルザ、再開スタートからここまで巻き返したが、うんうん、どのギルドも一筋縄ではいかん。そこに居直れ。切り捨ててくれる。いやスティング、ローグ、あのざまはなんだ。日頃から随分と鼻高々に通営だの最強だの。言葉もありません。乾杯です。想像をはるかに超える強さです。夏、ドラグニル。怪我しよってからに。スティングか。我がギルドに弱者はいらぬ。負け犬はいらぬ。ああ、今回は負けちゃったけど、僕はスティング君を誇りに思います。レクター、誰だ、ウヌは。スティング君。レクター、クラッシュ。やかましいぞ、スティング。それでよい。一体何があるんですか、ガジルさん。黙ってついてこい。ここだ。あ、これは、あ、これ全部ドラゴンの骨。すごいだぞ。ドラゴンの存在を確定づける場所か。もしかしてこの中にイグニールハッピー。俺たちのドラゴンが姿を消して14年だ。ミルキーウェイです。ポイリュシカさんから教えてもらった熱流奥義の一つ。私てっきり攻撃系の魔法かと思ってたんですが、ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。あ、なんだこれ、汚ねえ字だな。7月7日エクリプス計画竜王祭。なんのこっちゃ。さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。見つけた。我が名はジルコリス、翡翠の竜とも呼ばれておった。こんなちんまいドラゴンスレイヤーがわしを起こしたのか。おい、こら、ウェディに近づくな。わしは貴様。あ、おい、ヒエト。まだ聞いてねえことあんだろ。ねえ、話は聞かせてもらった。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。予知で見た白い騎士。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊。同じく臨時軍曹の雪のアグリアでございます。夏、ドラグニル君だね。先ほどの戦い、素晴らしい的であった。白い騎士、ついてきたまえ。おい、てめえ、待ちやがれ。大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。世界を変える扉エクリプス、これの建造のため大量の魔力が必要だった。ド
扉？あ、太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。え？そこまでだ！動くな！国防大臣殿、これは何の真似ですか？それはこちらのセリフだ。何揉めてやがる。計画の反対派がいたのね。アルカディオス大佐を国家反逆罪の容疑で拘束する。並びに雪のアグリア、ルーシー・ハートフリアも拘束。ちょっと話してよ。あなたたち、アルカディオス様の部下ではないのですか？何だと？ルーシーが王国兵に捕まった。王国相手に迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。それほどの国家機密を知っちまった俺たちを解放する意味がわからん。意味もクソもねえってんだ。ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。みんな同じ気持ちじゃ。まあ、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテールは7月6日、大魔導演部最終日。魔導士たちの熱き祭典、大魔導演部最終日。現在6位、大逆転なるか。猟犬改め子犬、クワトロパピー。自在のパルファム使い、一夜バンダレー寿選手率いるブルーペガサス。ラミアスケールの登場だ。マーメイドシール、俺の大会に咲く大輪の花。そして現在2位、セイバークーツ入場です。フェアリーテール入場。ジュビロ、夏ドラグニルがいない。我々も普段通りチームを応援するのです。頼んだぞガキども。さあ、ついにクライマックスを迎えた大魔導演部。これまでの成績を発表します。大魔導演部の最終戦始まるみたいね。よし、今がチャンスだな。はいさあ、ほらね、最終日、全員参加のサバイバルゲーム、大魔導演部を開始します。いいか、私たちは優勝するしかないんだ。ルーシーを取り戻すために。大魔導演部開始です。行くぞ。あー、これはどうしたのでしょうか。フェアリーテール全員目を閉じたまま動いてないぞ。目がクラッシュ。クラトロパビンのおまわり選手戦闘不能。しかしフェアリーテールはまだ動きません。どうした、どこまでか。ワイルド、あっと、ラミアのトミーとユーカの前に現れたのはなんとバッカス。目まぐるしく動くポイント。がしかし、フェアリーテールはまだ動かない。一体どうしたというのでしょうか。私の計算通りです。妖精の星作戦